だ、これがディープインパクトだ、これがディープインパクトだ。あまたの名馬が物語を紡いだ有馬記念。収まりました。スタートしました。すごい馬が現れたかもしれない、そんな天才騎手の予感はデビュー戦で確信に変わっていた。その走りはまさに空を飛ぶようだった。無敗の三冠制覇、束を寄せつけない圧巻の天皇賞春、盤石の宝塚記念、そして凱旋門賞の悔しさを晴らしたジャパンカップ。レースのたびに衝撃がターフを駆け抜けた。そして迎えた2006年有馬記念。ラストフライトを目に焼き付けるべく、中山競馬場には11万人を超えるファンが来場した。4コーナーへ向かっていく。さあゴーサインが出た、ゴーサインが出た。外を回ってスーッとディープインパクトが仕掛けた。第4コーナーをカーブ、直線コースに向いた。第4メジャー、そして名将サムソン、外から早くもディープインパクト先頭だ。ディープインパクト先頭、 200m 通過した。第4メジャー2番手か、あとは懸命にデルタブルース、ポップロックも突っ込んでくるか。これだ、これがディープインパクトだ、これがディープインパクトだ。圧勝で今ゴールイン。2番手ポップロック。ディープインパクトは飛んだ。日本競馬史上最強馬にふさわしいエンディングは次のショーの始まりでもあった。今年はどんな物語が紡がれるのだろう。有馬記念まであと2日。